全国平均より4割も高い、はい、味までは書いてませんでした。皆さんは何味がお好きですか？今日カツさん食べてたよね、はい、さっき、はい、唐揚げくん、はい、食べてます。毎週食べてます。1週間に1回食ってます。岡山県が唐揚げくん1位だから、多分当時からそうだったのかもね。これね、うん、俺本当にこれ超爆弾発言ですよ、うん、唐揚げくんは岡山が一番うまい。本当なんだって、俺今まで誰にも言ったことなかったけど、実家帰るじゃん、実家の近所もローソンなんですよ。そこの唐揚げくんマジぶちゃくちゃうまいんですよ。それで東京で、まあ、まあそういう現場とか家のスタジオの近くもローソンですよね。正直はいまいち、ほんとに味違うんだって。いつもいまいちだと思ってそこの唐揚げ食べてたの。唐揚げくん、いまいち、まあ、唐揚げくん風の唐揚げだなと思って食ってたけど、うん、岡山での唐揚げくん一回食ってみて、うん、マジで笑っとけ。ほんとよこれ、うん、多分ね、うん、鶏が違う。あ、だから岡山の人は知らんけど唐揚げくん食べちゃうんだね。ジューシーなの、他の県より。俺ほんとなんで知ってんのみんな。4割増しね。いや俺が言ってるだけか。さあ、引き続きこのコーナー、ま